皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。アジサイの花が美しい季節になりましたね。高校園ではこの季節ならではのお庭を楽しむことができます。また7月9日日曜日からは四季の写真展が開催されますので、お出かけしてみてはいかがでしょうか。ウィークリー姫路、今回も街の話題からお届けしていきます。環境月間である6月、今年も姫路市では環境に関する様々なイベントや取り組みを行いました。その一つとして、6月24日、親子で姫路地域の海の水質などを勉強してもらう海上教室を開催しました。この親子海上教室は、海上保安部の巡視艇に乗って、鹿間港と家島諸島の海水の違いについて調査をし、身近な海の現状を知ることによって、環境保全の重要性を親子で認識してもらおうと、毎年開催しています。調査項目はこの3つ。水質を調べるキットについて説明を受け、救命胴衣の付け方を学んで、いざ港へ。乗り込むのは、姫路海上保安部の巡視艇、布引きです。まずは、鹿間港の水を調査しました。水の汚れ具合を数字で表す COD や、アルカリ性か酸性かを示す pH などを調べ、水質調査ノートに記入していきます。次に、家島諸島周辺へと移動。この日、参加者に嬉しいプレゼントが。布引きと同じく、姫路海上保安部所属の巡視艇、サギ風が近くを走行。また、第5管区海上保安本部関西空港海上保安航空基地所属の中型固定翼機、はやぶさ2号が飛行する様子も間近で見ることができました。家島沖でも鹿間港と同じ調査を行いました。この日の調査で、鹿間港周辺よりも川から流れ込む水の影響を受けにくい家島沖の水質の方がきれいだということが分かりました。参加者たちは生活の中で水を汚さないように気をつけることが海の環境を守ることにつながることを学びました。次に、毎年6月23日から29日までの1週間は男女共同参画週間と定められています。姫路市では男女共同参画推進フォーラムを7月1日、イーグレ姫路アイメッセホールで開催しました。女性の活動推進、ワークライフバランスなどが求められる中、性別に関わらず多様な生き方や働き方を選択し、持てる力を発揮できるような社会の実現に向け、市民の皆さんと共に考えようと、今回講演会とパネルディスカッションを開催しました。講演会の講師はキャスターの国谷ひろ子さん。テーマは、女性が活躍できる社会に向けて私が今伝えたいことです。NHK 7時のニュースの英語放送の翻訳、アナウンスを担当後、NHK 衛星放送のキャスターを経て、1993年から2016年3月まで23年間、NHK クローズアップ現代のキャスターを担当され、様々な社会問題や国際情勢を伝えられてきました。女性の管理職比率などのデータや分かりやすい事例を取り上げて説明され、その上で女性と男性両方の意識改革や世代間の問題など現代社会への問題提起をされました。まとめとして、女性の置かれている状況は依然厳しいと感じることも多いですが、地域において女性が活躍できるかどうかは町の持続可能性につながるのではないでしょうかと、参加者の皆さんに呼びかけられました。続くパネルディスカッション、テーマは、多様な生き方、働き方、それぞれのスタイル、姫路ゆかりの女性を迎えて。姫路ご出身で、
それぞれ会社員、経営者、研究者として活躍されている3人の女性による意見交換が行われました。パネリストの皆さんは海外生活や留学の経験があり、海外と日本における男女の立場の違いやその経験を今どのように生かしているのかなどを話されました。また年齢性別を問わず、お互いが役割を担い理解し合い、能力が最大限に発揮できる社会になることを願い、今できることを進めていきたいと熱く語られました。続いて広報推進員のコーナーでは、男女共同参画社会に向けた姫路市の取り組みについてお伝えします。皆さんは男女共同参画社会ってどんな社会だと思われますか？男女共同参画社会とは、男女がお互いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮することができる社会のことです。女性の労働力率は結婚・出産期にあたる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するといういわゆる M 字カーブを描いています。近年この M 字の谷の部分が浅くなってきています。これはいろいろな要因がありますが、女性が職業を持つことに対する意識が女性自身だけでなく男性を含め社会全体として変化してきたこともその背景にあります。国の調査によると、女性が職業を持つことに対する意識は平成4年に男女ともに最も割合の高かった、子供が大きくなったら再び職業を持つ方が良いは年々減少する一方、子供ができてもずっと職業を続ける方が良いと答えた人の割合は平成28年では男女ともに 50% を超えています。このようなワークライフバランスへの取り組みが求められる中で、姫路市では平成13年に男女共同参画社会を推進するための拠点施設として、イーグレ姫路の3階に男女共同参画推進センターアイメッセが開設されました。姫路市では男女共同参画に向けてどのような理念を掲げているんですか？はい、姫路市では男女共同参画社会の形成に向け、男女の人権が尊重される社会、男女が対等に参画し責任を担う社会、あらゆる状況立場の人に多様な選択が保障される社会を基本理念としています。男女共同参画に関する基本理念やそれぞれの役割を明確にするとともに、市の実施する基本的施策を定めた男女共同参画推進条例を昨年の平成28年4月に施行しました。条例の中で男女共同参画を推進する拠点施設として位置づけられているアイメッセでは、男女共同参画社会の形成を促進するためのセミナー・講演会活動の開催及び啓発活動を行っています。そして現在は女性にフィーチャーした啓発事業も多く実施しているんですよね。はい、女性の社会参加への取り組みが求められる中で、姫路市としても女性の活躍を応援しています。理系分野に興味を持ってもらう目的として、8月には女子中学生を対象に市内の大学や企業で実際に実験を行ったり、女性の研究者のお話を聞いたりするバスツアーを開催します。経済産業省によると、国内の女性研究者はおよそ13万8000人、研究者に占める割合は 15.3% です。欧米では 40% 近くを占める国も多いと言われていて、日本の科学技術分野における女性研究者の割合が各国に比べ、低いと言われていることから、理工系分野で働く姿をイメージしてもらい、将来の選択に役立ててほしいと考えています。リコチャレ応援バスツアーは現在募集中で、応募締め切りは7月25日火曜日です。詳細はアイメッセのホームページをご覧ください。アイメッセではこれ以外にも普段からいろいろなセミナーや講演会を行っています。この日はちょうど起業予定の方を対象にした女性のためのチャレンジ支援セミナー、起業の底力をつける実践に活かせるスキルを身につけようが開催されていました。
全3回シリーズ2回目のこの日は、コンセプト作成編、事業コンセプトや利益につながる仕組みを学びます。参加者の皆さんは起業予定の方、または起業して間もない方が多く、起業を実現する、成功させるために押さえておきたい情報や実践に生かせるポイントについて真剣に学ばれていました。開業のことだったりとか、書類的なこととか法律のこととかってちょっとやっぱ難しかったのと、いきなりこう税務署行くとか何とか資産のところに行くっていうか、すごい敷居が高かったので、そういったことを分かりやすく教えてくれたりとか、いろいろ相談乗ってくれるところがあるとすごいありがたいです。今日役立ったなって思われたことってありますか？ですね、自分で考えてるだけじゃなくて、人から意見を言ってもらえるのってすごい大事って思いました。こういったセミナーが市民の皆さんにどのように役立ってほしいと考えていますか？はい、IMC では起業や再就職をはじめ新たな分野にチャレンジする女性を応援しています。夢の実現に向けての第一歩を踏み出すきっかけとしていただき、さらに参加者の皆様の情報交換の場としてもご活用いただけたらと考えています。まずはアイメッセの存在を教えていただいて、こういったセミナーをきっかけとして女性が輝くことのできる社会をみんなで作っていくことができれば素晴らしいですよね。山脇さん、市としては今後どのような思いで女性がさらに活躍できる社会づくりに向けて取り組まれていかれますか？はい、女性をはじめ多様な人材の能力を活用し、新しい視点や発想を取り入れていくことが重要です。あらゆる分野に女性が参画し、男女双方の意見や考え方が対等に反映されるように取り組んでいきたいと考えています。姫路市ではこれからも女性がさらに活躍できる社会づくりへ向けて様々な取り組みを行っていきます。日本赤十字社姫路市地区から、赤十字救急法講習会の受講者募集についてお知らせします。8月23日水曜日から25日金曜日にかけて3日間の日程で開催します。場所は姫路市役所北別館2階中会議室で、講習時間は午前9時30分から午後5時30分までです。受講資格は満15歳以上で、全3日間とも出席でき、実技研修に耐えられる健康な方、定員は30名です。参加を希望される方は、7月21日金曜日までに電話かファックスで、住所、氏名、電話番号を姫路市地域福祉課内、日赤姫路市地区までお申し込みください。詳しくは姫路市地域福祉課内日赤姫路市地区、電話番号 079-221-2304 までお問い合わせください。それでは最後にハッピー姫路っ子をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。